T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。伸びが終わったところで、開始です。推奨、定期的な実施。さて、行きますか。ちゃんと股間ロボもいるな。股間ロボって。姉妹ロボもいます。え。あ、もう済んだことになってるのか。あのクエストは終わってるのね。時系列はどうなってるんでしょうか。まるでパラレルワールドにいるみたい。単純に時間が戻ってるのではなさそうね。ここは何なんだろう。開けられないよね。ナインズならいけるかと思ったんですが。オペレーター210よりナインS、定期連絡を行います。本日はナインSに重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部からナインSの飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いやだって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。さらに好きになりました。面白い人ね。ちょ登れない。あ、クエストが増えた。もちろん気づいてませんよ。やっぱりか。サルトルは出て行ったままか。やっと気づいたのね。赤い点がありますね。さっきはいなかったのに。引っこもってしまったのですか。ロボにもあるのね。打ち明けてって。なかなか乱暴だね。そもそもこういう問題は初対面の人に頼むことではない気がしますけども。ほんとだね。余計傷つきそう。打ち壊しますか。力技完全にアウトね。頼まれたことですから全力でやるだけです。まあ相手はロボですし。それを言ったら終わりだよ。お、こういうタイプか。ここは右だな。多少効率いいルートがあるのね。いた。なるほど。これはわからなくもないね。愛してるから大丈夫って。結構単純な問題だったのかしら。人間ほど悩んではいなかったみたいですね。え、でなんてものをくれるの。まさか自分の。いや気持ち悪い。まあいいか、完了したし。ついでにアイテムを見ていこう。そういえば武器を買ってなかったか。全部買えるので買っておきましょう。
強化もできるな。え、割引。ここのお店だけ割引されるってこと？そうみたいですね。これは助かる。うん。繁殖行為と捕食行為が罪深いこと。特に日本はそう見がちですよね。欲を前面に押し出すのが、はばかれたのよきっと。奥ゆかしいということでしょうか。多分ね。こういうお話も、いずれコンプした時にでも、まとめてお届けしようかと考えています。断言はできませんけど。できないのね。廃工場にプラトン1728がいたのか。まだ動いてたらの話だけどね。どこかで壊しちゃったのかな。お、本当に安くなってる。3割引きになってたね。また切りたくなるのを全力で抑えつつ。あれ、まだクエストがあったのか。あ、カップルのやつか。ルローのカップルね。これは。あ、これはロボ同士だな。以上かな。お、まだあった？砂の遺産か。一つずつやっていこう。今度は失敗しないようにね。コンプリートしたいですね。もう持ってたか。2周目は便利ね。デザートが問題でした。水没都市にいたのよね。ミサイル防衛作戦前にはあっておかないと。そういうことね。うん、なんか追ってきてる。うわ、なんですかいきなり。こんなやついたっけ。動物に紛れていたのね。擬態ですか。まあこっちも擬態ですけど。いやそうだけど。動詞のところに来ました。もうこの姿なんですね。ちゃんと続いてるのね。相変わらず怖いな。レベル差はあまりないものの、結構硬い。やっぱりハッキングの方が良さそう。うわぁ？強いね。こんなことなら最初からやればよかった。まだ強化するの。目標地点の情報を入手。マップにマーク。もう黒帯なのに。そういえばあの敵を見て逃げたのよね。思い出しました。撃たないでハッキングすればよかったのに。ああそうか。うっかりしてました。嘘？
失敗してる。は、何このダメージ。大打撃じゃない。なんてことだ。うわ怖い怖い。こんなに強かったのか。一周目ではきつかったわけね。これは無理でしたね。よし。うん、悪くないダメージ。普通に戦うより全然いいね。これは一瞬怖いですが、案外楽なステージっぽい。ほら、あと一回かしら。結構新しく出てくるな。よし倒した。依頼されていた資材を入手。ハッキング万歳です。今度はどんな姿になるやら。嘘でしょ。でかくなってる。まさか股間ロボになるなんて。上にちゃんと本体がいるから。やるしかないか。紅白帯になったのか。さすがにこれで最後かな。そう願いたいものです。うん、悪くない。倍速すれば何でもないですね。もう倒せそうじゃない。オッケー。ほんとだ、上にも顔がある。当たり前でしょ。え、まだ欲しがる。これは単純に報酬として欲しいのか、まだ強くなるのか。え、ブービーさん。意外とやる気。なんですって。私も好きです。遠くで見てる。男の愚かなやりとりを。誰を選ぶの？この中だったら確実にナインズでしょ。あ、そりゃそうでした。次が最強なのかな。どんな姿になるのか怖いけど楽しみね。そうですね。あれ、なんか普通。正座してるね。それだけに強そう。妙に落ち着いてるね。本当の強者とはこういうものです。今度はヤバいかも。礼をした。
オーラが違います。うわぁ、かっこいい。絶対強いぞこれ。もちろんハッキングで。今、レベルがやばかった気がする。え、よく見えませんでしたが。そうだよ。こっちが38なのに。それはやばい。あ、動揺しすぎた。ダメージは大したことなくてホッとしました。これ、ハッキングさえ続けていれば普通に倒せそうじゃない？こちらがやられそうですけども。失敗しなければよ。結構難しいんですよ。確かに着実にダメージは与えてます。ようやく半分ね。普通に戦っても勝てないでしょうから、ハッキングに頼るのは当然とはいえ、やはり強いですね。便利な技です。かなりの強敵でも時間をかければ倒せるのね。理論上はそうなりますね。お、もうちょっと。そう、一筋縄ではいかないね。どうだ。まだ。なんで一瞬こけたの。そういうことだったの。アンドロイドを滅ぼすために強くなった。そのお手伝いをしてたの。これは責任を感じちゃいます。なんとかして倒さないと。レベルは変わらないのね。ほんのちょっと硬くなったかな。目を回さないように注意してご覧ください。飛ばしてもいいかも。なんとか倒せそうかな。おかえり。最後はやはり礼儀正しかった。アンドロイドへの憎しみじゃなかったってこと。そうなのかも。ああ。ああ、せいせいしましたね。これでも。ロボ同士に振り回されなくて済みますよ。そうだね。バカなロボットですよ。破壊されるまで強さにこだわるなんて、もう会うこともないですし、本当に清々しました。うん。まあいいか。ちょ、単調に浸ってると思ったのに。摂政、陶器に対する。たかがロボですから。たかが。あまり感情移入してもしょうがない。ってことですよ。自分が辛くなるだけですから。まあね。きっと幸せだったと思いますよ。そうだといいけどね。でまた釣りをしてる。うお、でか。
濃いか。こんな浅い水たまりにもいるのね。ようやくバンカーへ転送ができるようになった。今まではできなかったのね。徒歩移動でした。例のお使いイベントです。いかがでしょうか。勝手に通信してきた。こういうパスカル好きです。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。まだきつく当たるマインズ。でもまあまだあったばかりですからね。クエストは進んでたりするけどね。不思議な現象です。さて、今回はこの辺で終わりにしましょうか。あら、意外と早いじゃない。次回が長くなりそうですけどね。そうなんだ。ということで、ノクタン。また見てね、ノクタン。ブービーも一緒に寝ますか。何やってるの？旧世界の遺産。砂漠地帯での遺失物捜索は困難。推奨ターゲットスキャナーの使用。Shine.